血液型でありがちなこと。今日は仕事終わったらまっすぐ家に帰りたいな。ねえねえ、今日金曜だしみんなで飲み行こう。うわ、行きたくないけど断ったら空気悪くなりそう。うん、行こっか。イエーイ、行ってしまった。 A 型は誘いを断るのが苦手になりがち。今日の昼飯もカップ麺でいいや。うわ、シーフードとカレーどっちにしよう。うわー、迷うな。どっちも食べたいな。どいてください。 A 型は些細なことで優柔不断になりがち。こっちの服とこっちの服どっちが似合うかな。ねえ、どっちが似合う？どっちも可愛いよ。優柔不断か、遅い。でも他人の優柔不断には厳しめがち。おうち時間最高。人多いところ疲れるし、家で一人だとゆっくりできる。しーん。別に一人でも寂しくないもん。しーん。やっぱり寂しい。A 型は一人の時間も好きだけど、寂しいのも嫌になりがち。わあ、俺の財布の中汚ねえ。ま、別にいっか。な、ポスターは斜めになってる。まっすぐじゃないと気が済まないんだよな。A 型は変なところで几帳面を発揮しがち。道に迷っちゃったな。ああ、マップで見たらこっちだ。いや、こっちだ。え？でもマップだと。こっちだ。絶対こっち。俺は自分を信じる。はあ。B 型は我が道を突っ走りがち。今日一日暇だな。なんか面白いことないかな。断捨離してみてって動画がある。面白い、すっきりしそう。私もやってみよう。 B 型は思い立ったらすぐ行動しがち。とこんな感じで僕のプレゼンは終わりです。何か疑問などありますか？みんな何も言ってこなくてつまんねえな。ここの数字についてなんですけど。おお、来た来た。え？ B 型は意見を言うのを好みがち。カレーでも作るか。ザクザク、えい。え？今人参皮ついてなかった？そう？でもそんな小さいこと気にしない気にしない。それもそっか。B 型は細かいことは気にせず過ごしがち。ねえ。何？疲れた。よしよしして。よしよし。ぎゅーして。ぎゅー。チューして。チュー。さっきからド直球で言ってくるね。 B 型はどんな時でもストレートに伝えがち。この女優かわいい。鼻伸ばしてんじゃないわよ。あ、今もしかして焼きもち焼いた？は？焼くわけないでしょ。焼くに決まってんでしょ、彼女が横にいるっていうのに。 O 型はあっさりしてそうで実際は焼きもち焼きがち。お邪魔します。どうぞ。お家すごい綺麗だね。本とかも綺麗に並んでる。もしかして A 型？よく言われるけど O 型です。 O 型は几帳面のため A 型と思われがち。俺は今日のために必死に頑張りました。なので聞いてください。俺の気持ちがこもったプロジェクトを。熱い男だな。 O 型は全力で熱く物事に取り組みがち。もうなんで喧嘩しちゃったんだろう。好きなのにあんなひどいこと言っちゃった。うわー、別れたくないよ。5分後。あ、なんか泣いたらすっきりしたわ。O 型は悲しいことがあっても
泣けば解決しがち。彼氏に浮気された。相手はどんなやつ？わかんない。数日後、相手の女の情報がつかめたわよ。え？どうやって？何者？大型は情報収集が得意になりがち。テクテク。あ、今頭にイカスミパスタが浮かんできた。食べたくなってきたな。突拍子ないこと言うな。 AB 型は予想ができない発言をしがち。血液型って何型なの？ AB ですけど。AB って二重人格とか言うよね。それに変わってるとかさ。ええ、変わってますよ。それに性格だって二重かもしれないですよ。AB 型は自分が変わっていることを認めがち。君、最近たるんでないか？はあ。もっと仕事に精を出しなさい。あの社員の方が頑張ってるぞ。お言葉ですが、俺は俺、あいつはあいつなんで。な。AB 型は他人のことは全く眼中にしてないがち。今度の旅行どこ行く？おー。おーい、聞いてますか？あ、ごめん、自分の世界に入ってたわ。はい、おかえり。 AB 型は自分の世界に入り込みがち。わー、脳ってまだ解明されてないことがあるんだ。もっと勉強しよう。おい、一緒にゲームしようぜ。今勉強中、話しかけないで。お、AB 型は探究心が旺盛で勉強熱心になりがち。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。